ZOZO タウンの前澤さん見てるかな、前澤シーン。ちょっと100万円くれよ、日付変わるまでに、変わる頃に。なんかさ、ちょっと俺が宣伝しちゃったからさ、すごいリツイート増えちゃったら、外配信の時さ、1万分の1だったのにさ、今4万分の1ぐらいになっちゃって。なんかさ、みんなさ、なんか100万円あったら親にどうのこうのとかさ、親のためにとかさ、100万円をもらったら1万円を100人に配りますとかさ、偽善者みたいなことばっか言ってるからさ、嘘つけよな、あんなの。絶対さ、飲みに行ったりとか、自分に飯使ったりとか、服買ったりとか、そういうの決まってんだよ。だから俺も欲全開だからさ、100万円増やすことしたいですって言って。嘘つけよ、じゃん。あんなところでほんの言うわけねえじゃん。何が奨学金の足しにしたいですよ。嘘つけよ、お前。絶対だろ、お前。そういうこと言いながらさ、遊戯王カード買うに決まってんだよな。ポップでこんなおじさんのお着替えシーン、ポップでポップでこんなおじさんのお着替えシーン。でこういうやつは DVD になかった、こういうやつ、こういうやつマジで、こういうやつ DVD になかった、まあいるよね、こういうやつ、こういうやつ DVD に、こういうやつウィン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 みたいなやつなんかいるよな。ポップコーンマシンね、さあよいしょ、よいしょ、はいはい、ドリンクコカ・コーラ海外の並行輸入品でちょっとね仕入れましてね、新品ですよ、まあ、中古、あーちょ静電気、機器を水気のない水平な場所に設置するね、うん、傾いてる家とかあるのかね、うん、基本的に傾いてないと思うけどね、基本的に水平だと思うんだけどね、うん、傾いてポップコーン作ろうと思う人ね、大体ね、うん、大体まあ平行ですよね。ケトルをセットし、ケトルに本体内のコードを接続しますって。ケトルって何か分かんないね。ペダルとサドルしか知らない。ケトルって、これのことかね、ケトルってね。この、こういうのとかね。取り出せないね。うん。取り出せないね。なんかちょっとね、もうね、これね。あ、取り出すだね。これのことかね、ケトルってね。うん。これは多分上につけるんでしょうね。ええ、おそらく。うん。ね、マギーシロウね、今からね、このね、赤い丸からね、この握ったらね、パッと消えちゃうやつね、見せちゃおうかなと思うね、おじさんね。これ今ね、この丸いのにあるよね。丸いのこう握るのね、こう握るのね、握って、ね、パッとこうね、消えちゃったーよね。もうこっちになります。オッケー、多分これだよ。多分ね、おじさんできた。ちょっと近くで見せましょうか。でコンセントも刺しました、このケトルに。バタバタうるせえんだよバタクソが。保温はどうなんだろうね、できるのかな、ライトは保温の意味も多少あるのかもしれん。で今回ねこれあの、まあ、YouTuber とかもやってるけど、これコカ・コーラ、アメリカのコカ・コーラから一応買ったやつだね。そう、日本製品じゃないんですよ、あの海外製品のコカ・コーラのポップコーンの機械です。そう、一応多分ね家庭で楽しめるのはこれぐらいのレベルかなっていう。お、あ、始まった？すごいよこれ、ほらこんなにできたポップコーンの量。あ、でもこのサイズだと2個いけないかぐらいの量なんだね、結構でかいんで。手洗ってないよな、うるせえ。柚子胡椒いきたいんだけど、柚子胡椒にするわ。こんなに入れなくていいかな、柚子胡椒いく。匂い嗅いでみる。え？何これ？なんかすごいなこれ。鼻を突き刺すような。40点。うん。うまい気しかしないけど、明太バター。
うん。あ、これまで合うね。うまい。あのね、バターの風味の後にピリリとくる明太子が絶妙なハーモニーでね、うん、ちょっとこう魚臭さがありますけど悪くないですね、これはね、うん、魚臭さがあります。続いてはね、俺の中で優勝候補なんだけど、バーベキュー、うん、バーベキュー一応優勝候補。じゃあちょっといただきます。何かけたっけ俺、バーベキュー、はい、あ、7点。あのね、すんごいな、これね、違うわ、バーベキューはなんか鉛筆みたいな味する。鉛筆削りの匂いがする。なんか鉄っていうかね、うん、鉛筆削りの匂いがする。まずね、あの鉛筆の芯の逆側を授業中にガチガチやってる人ならわかると思う、あの味を。あれさあ、ブスたちが食べてくれって言ってたね、サワークリーム来たと思います。だからちょっと期待できないですよね。うん、どうなんでしょうかね。ニョム系でございますよね。ニョってこういうの好きだもんね、キャラメルとかね、サワークリームとかね、プリングルス的な、うん、ちょっと匂い嗅いでみたいと思います。あ、これはもう完全にあのポテチのあれと変わんないね、匂いはね。期待できるぞこれは。先ほどのバーベキュー7点でしたが、サワークリームにおいかがでしょうか。レッツポップコーン。錦糸町のキャバクラの乾き物みたいな、わかりやすく言うと流行らない居酒屋の突き出しみたいな味がするな、これ。洗いたての犬みたいな匂いがする。なんかこう独特な、うん、あの夏に洗った犬の匂いがするな、これ。まあ一応45点はあげるかなっていう感じだね、うん、一応ね、俺の中でのねガチ優勝候補、絶対うまいと思うんだよね、ビーフカレー。絶対うまい。まあ、反則よな、正直反則。チート、ごめん、こんなん入れちゃったらもうこれ、うん、発言を撤回いたします。ちょっと不安要素がありますね。先ほどのバーベキューに近い鉛筆臭らしきものがするが、ちょっと不安ですね。うまい、80点。うまい、いや、うまいっていうか、あの駄菓子屋にあるあのカレーエビセンと同じ味する。本命。90点。ってか普通にうまいな。これはポップコーンだよ。うん、ポップコーン、いやマジで、あの何のものくもないポップコーン、これ。うん、よく食べるやつや。うん、ポップコーンのカロリーは平均500。すぐカロリーっていうやつ友達になれない俺。うん、どこ飯食いに行ってもカロリーがって言うんだろう。ずっと馬みたいに人参だけ食べてればいいのに、そういうやつな。調味料一生使うなよお前。塩も胡椒もケチャップもマヨネーズもソースも全てな。マジでお前、飯を食ってんのかカロリー食ってんのかどっちなんだよお前。あ、お前ご飯食ってんのかカロリー食ってんのかどっちだって聞いてんだよお前。ふざけるなよ。なんでさ、カロリーの低いものを食おうとするの。カロリー取ったら動けばいいじゃん。動くのめんどくさいからさ、カロリー低いもの食べようとするんだろ。なあ、言っとくけど、衣食住でお前、人間のな三大欲求の一個やぞお前。カロリー気にしてたら何も食えんぞ。何も食えんぞお前。あ？カロリー気にしてるくせにシュークリームは食べんだろうがよ。あ？舐めとったかお前。ポップコーンおじさんの営業妨害でもするつもりかお前。ポップコーンのカロリーかきやがってボケよお前。あ？何考えてんだお前。あ？ほんまにしょうもないなお前、新年早々。あ？あのさ、もう終わりっていうやついるけどさ、遅かったら遅かったでまだって言ってさ、早くやったらやったでもう終わりって、お前ポップコーンの角に頭打ちつけて死ぬかお前。お？ざけんじゃねえよお前よ。わがままだなお前みたいなやつ、ほんまにしょうもない。何しとけよ、毎晩こうターゲがお前。 NR が目に入らんか、新参子さん懲らしめてやりなさい。てて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 。